回覧板の例回覧板は日本で町内会などで連絡文書等を回覧するための板である。主に集落内での連絡手段として使用される。回覧板は告知事項や配布書類等を挟んで順番に回覧するものである。連絡文書などを板にバネ金具で挟んで固定し、集落、町内の格好を順番に回し、集落、町内前後に連絡事項を伝える。 回覧板に用いられる材質はビニールをコーティングした板紙などである。また物によっては地域の商店などの広告が入っている場合がある。おおむね数日から一週間程度で巡回するルートがあらかじめ定められている。地域によっては文書の表紙下部には印を押すマス目が並んでおり、読み終わった家のものはそこに応印、または署名を行い、 次の家に届けるシステムとなっている場合もある。その多くは地域生活に即した情報であり、町内会や催し物開催のお知らせや安全、防犯、防災情報、また町内会や自治会の決定事項なども伝えられる。分別収集のある地域では、新年度のゴミの収集計画表など、生活に密接に関係する情報などもこれで伝えられる地域もある。集落 地区内のお知らせよりも、交番発行の警察広報し、自治体が配布する各種お知らせの紙などが多数織り込まれている場合が多い。かつて近隣における連絡事項の伝達には、主として言い継ぎや掲示板が多く用いられたが、日本では昭和15年に内務省が歌舞伎校整備を府県に通達したのを契機に、隣組などの間における、 連絡手段として普及指教まで採用されている。2000年に明日の日本を作る協会が発出した自治会、町内会の高齢者支援に関する報告書においても80%以上の町内会がもっぱら回覧板による連絡形態を取っているのと調査がある。ありがとうございます。